今回ですけども、こちら、ひもかわうどんを食べてみようと思います。鬼ひもかわ、上州肉汁、創業明治27年、花山うどんということで、えー、こちらですね、食べてみようかなと思うんですけれども、えー、とうどん天下決定戦っていうのがあるそうで、これの、1位獲得してるんですかね、3回ほど優勝3回ありますね。 ということでこういう感じになってますでこんな感じで結構ですねしっかりした、えー、箱に入っててこういう感じであの手提げみたいな感じになってるので持ち運びにも買った時いいと思いますえっ、ー、と原材料は干しひらめん小麦粉食塩というふうになってますで肉汁のつゆ醤油水飴砂糖砂糖混合性 異性化、液湯、植物油脂、動物油脂、かつおエキス、調味料、ポークエキス、食塩、調味料、酸味料、酸化防止剤、えー、という具合ですねで。内容量なんですけれども 420g で麺が 90g3 袋で、肉汁、つゆ 50g が3袋というふうになってます。まあ3人前っていう感じですね。はい。 で調理方法は片面にするにはまあ10分柔らかめで11分というふうに書いてます必ず1本ずつなるべに入れてくださいということですまとめて入れると面同士がくっついてしまうということなので、えー、と通常のうどんと少し違うゆで方に若干ですけどもこう入れ方とかあるようなので先にですね1回読んでから作るといいと思いますはい「本ひもかは肉汁つゆ」ですね 肉はいこういう感じになってますそれではですねこれをこう開けるとここにもこの花山うどんの歴史など書かれているようです、はい、で開けてみるとこんな感じですねこのひもかわうどんの茹で方だったりあとこういうセットのですねパンフレットなど書いてあります、まあ、本店が 群馬県のようなんですけどもはいうんとあとは銀座日本橋羽田エアポートガー,などガーデン店などで食べれるという感じですねはいうどんですけれどもこういう感じでこれぐらい幅広のタイプのうどんこんな感じになってますこれが3袋あるという感じになってますねこう1つ2つ3つあとこのつゆがここに はい、あります花山うどん上州肉汁つゆというふうに書いていて、まあ、こんな感じですこのようなパッケージのセットになってますうどんを袋から出してみるとこういう具合ですこんな感じの幅広麺こういう具合ですね結構薄いタイプ薄くて幅広つるっと食べれそうで美味しそうですよね 角度を変えて横から見てみるとこんな感じですこういう具合ですね実際に麺を茹でてみるとこのような感じ見た目もつるっとしていて少しですね茹でている最中にふっくらとしてきてもっちりそしてつるつるの食感が美味しそうな見た目となってきましたタレですけれども 180ml の水そして先ほどのつゆですね入れましてあと豚肉とネギ。 を入れるとこのような感じですごく美味しそうな見た目に仕上がっています麺が茹で上がるとこのようになりました幅広のうどんがものすごく美味しそうですそしてつかんでみてもすぐ分かったんですけどもこうつるっとした表面これがですねすごく良かったです箸で持っても結構ずっしりとした重さがあって中がもちもちっとした感じも伝わるという具合ですね 乾麺の状態だと少し薄めかなと思ったんですけども茹でてみると結構ですね程よい食べた時のちょうどいい厚さがありましてすごく良かったですで麺のつるっとした感じもしっかりとありましてそれが美味しくて気に入りました普通のうどんのようにこうすすり上げて食べることはちょっと難しいかなっていう感じがありますのでまあ肉とかネギとか巻いてそのままガッとですね一緒に食べて食べるとすごく美味しかったです この自宅で作る乾麺のタイプこれでもものすごく美味しかったので実際にお店に行って鬼ひも皮食べてみたいなと思いましたこのように今回ですね花山うどんの鬼ひも皮といううどん初めて食べてみましたつるっとした食感そしてもちもち味も良くてつゆもですねものすごく美味しくて気に入りました程よく油があってそしてそこにプラスで厚揚げと 豚肉そしてネギを加えるとネギの食感や豚肉の美味しさで油揚げの脂身とこう程よい食感ですねありましてそういうのもすごく美味しかったので少しですね具材を加えて食べるとより美味しく食べれるなっていう感じもありますのでそのように作ってみて食べてみるのもおすすめです。 自宅ででもこれだけ美味しいですね、うどんクオリティ食べれますし幅広ということでちょっと珍しい感じのうどん食べれますので気になりましたらぜひですね食べてみてください美味しかったです